ノルマン人の話に参ります。はい。もともと住んでいたのがですね、こちら、この三国です。ノルウェー、スウェーデン、デンマーク。デンマークが、まあ、ギリギリ農業できます。まあ、青森ぐらい寒さが。で、ノルウェー、スウェーデンだったらもう北海道からシベリアですから、もう農業できませんので、毛皮を取る、狩りをする、あと林業ですね、木を切る、材木を切る、あとは海に出てお魚を取る。あ、お魚はですね、お魚は寒い海の方が美味しいんですよ。脂が乗ってるから。魚だって身を守るために、体脂肪で守るから、北の魚だったら、日本だったらやっぱ北海道は最高、魚がうまい。沖縄の魚ってあんまり点々点じゃないですか。ね。だから、お魚。はい。西洋人、魚食うんですか？食います。で、魚はですね、タラとかニシンとか大量に取って、で、それを干物にして、塩漬けにして、で、食うんですよ。はい。で、やっぱり、主食がないんですね、穀物が。穀物取れないから、穀物は南から買う。で、魚とか材木持ってって、毛皮持ってって、穀物と交換する。で、うまくいかないと襲っちゃうっていう、こういうことです。はい。これがノルマン人バイキングの活動。はい。やがてですね、このノルマン人同士が争ってですね、それまでバラバラだったのが統一国家になっていく。ね。で、スウェーデン王、ノルウェー王、デンマーク王が現れてくる。その競争に敗れた連中が、行き場がなくなっちゃって、外にこう出てくるんですよ。外に。ね。それで、例えば、このスウェーデンからあぶれたリューリク。リューリクっていうその海賊のボスがいてね。で、バルト海横断してですね、ロシアを占領します。はい。で、ロシア人を従えて、自らロシアの王になってですね、で、このノブゴロドっていうところに都を置きます。ノブゴロド国。これがロシアの始まり。ノルマン人が作った。で、その息子さんがずっと南下してきてですね、このキエフって町を占領します。はい。キエフ公国。ここに川があって、ドニエプル川って言います。で、川を下っていくと、これ黒海で、黒海の南にあるのが、ビザンツ東ローマ帝国です。で、キエフはこのビザンツとの貿易で非常に儲かった国で、ビザンツに送ったものっていうのは、圧倒的に毛皮プラス人間です。人間、奴隷ですね。はい。で、ロシアの先住民をですね、奴隷狩りしました。ノルマン人が。奴隷狩りして、で、縛り上げて、ビザンツに売ってますということをやって、ので、このビザンツにおける奴隷のほとんどは、ロシア人であった。ロシア人のことをスラブ人と言います。だから、スラブイコール奴隷っていうことで、奴隷のことを英語でスライブっていうのはここから来てるんですね。もともとスラブ人だったから。はい。それぐらい奴隷貿易やってました。で、そのビザンツの影響で、このキエフ公がですね、正教に改宗すると。はい。で、これがロシア正教の始まりですね。それから、ノルウェーの部族長の一人のロロという男がですね、ずーっと南下してきて、はい、ここ西フランクに勝手に上陸してですね、国を建てます。はい、ここですね、この井のところ、これがノルマンディーです。ノルマンディー。で、西フランク王、後のフランス王ですね、これと主従関係を結びます。はい、これ後でやります。はい。で、さらにここも手狭なので、さらに余った人口をこっちに南に送ってですね、それで、はい。今、イスラム教徒が抑えているこのジブラルタル海峡を抜けてですね、抜けて、はい、イタリアに移住しました。こうなりました。で、穀物の産地、シチリア島と南イタリアを占領しました、ノルマン人が。で、彼らはこの段階でまだキリスト教徒じゃなかったんです。多神教徒でした。はい。で、ここすぐもう北にローマがありまして、ローマ教皇がね、ああ、また変なのが来たって頭抱えたんですが、むっちゃ強いんですよ、これが。むっちゃ強いので、それで、考えた、ね、一番の敵はイスラームだから、イスラームを、食い止める盾として使おうと。ね。だから、ノルマン人どもよ、お前たちがここに国を建てることを認めるから、その代わり、ね、主イエス・キリストを信じようと。
ね、でキリスト教はあのいいキリスト教で悪いキリスト教があるから、ね、あのカトリック教会に従えっていうことで、であのまあ、土地もらえるからいいやということで、このノルマン人はカトリックに改宗して、で南イタリアに国作りました。はい、これがですね、ノルマン・シチリア王国、もしくはリオ、リオってあの2つのって言ってね、シチリア島とパン島と2個あるから、2つのシチリア王国、リオ・シチリア王国と言います。そしてデンマークの海賊がですね、イングランドに上陸します。でこれすごくねややこしい話でありかつ一番問題に出るので、ちょっとこのイングランドがいかにこのノルマン人に食われていったかっていう話をちょっとじっくりやるからおさらいをしますけれども、イギリスっていう島がですね世界史に出てきたのはいつかっていうとカエサルの時です。カエサル、カエサルのガリア遠征です。でカエサルはですね大軍を率いてアルプスを越えて現在 の, あのフランスガリア、さらには海峡を突破して、当時ブリタニアといったこのイギリスまで行ってます、はい、でこの先住民族を従えた、これがカエサルのガリア遠征です。五賢帝時代、ここはですね属州ブリタニアといってね、でイギリスの南半分だけがローマ領で北半分は先住民が住んでいるんですよ。ケルトっていうケルトね、だからそのケルトが入ってこないように壁を作った、これが皇帝ハドリアヌス、五賢帝の3人目ハドリアヌスの長城、はい、この壁の向こうがスコットランド。民族大移動です。はい、民族大移動の時にちょうどこのフランクがですねライン川を越えてガリアに入ったと同じ頃に何度も出てきますがザクセンです、はい、ザクセン人の一部がこの島に渡ったんですよ。それから一緒に渡ったのがアングル人とジュート人、アングルとジュートとザクセンが一緒に渡って混ざったんですね。これがアングロサクソンなんです。だからアングロサクソンのサクソンはこれザクセンなんです。ということは英語っていうのはドイツ語の方言ってことですよ。それで7人の部族長がいてそれぞれ王を名乗ったんです。これをね七王国と言います。うん、このね7つの王国の名前はいいです、覚えなくて、うん、七王国で覚えてる。 あとラテン語で言うとヘプターキー、ヘプトって7って言いますか。で隣がデンマークなん でデンマークは例のノルマン人ですから、しょっちゅう襲われます、ね、そうすると1個にまとまった方がいいじゃないですか。ということでこの7人のうちの1人が他の6人を従えて で統一国家を作ったんです。はい、エグバートで彼は、アングル人だったんで、国名はアングルランドっつって、でこれがイングランドの語源です。このデンマークっていうのがねこのイングランドの一番のライバルになります。敵ですね、デンマーク。そして同じ頃にさっきのノルウェーの海賊が南下してきてノルマンディを建てますと、まあ、こんな感じですね。これが第一段階です。829年ですから、カール大帝の約30年後 でエグバートはカールと会ったこともあります。はい、その後デンマークとのもう果てしない戦争が続きましてですね、でもう一時期はもうロンドンも奪われてですね、でぐわーっとデンマークに攻め込まれたこともありますが、これをもう一回ぐいっと押し返したのがアルフレッド大王ってやつです。エグバートとアルフレッドぐらいは知っておきましょうね。はい、第2幕クヌートの田園長。クヌートって何者かっていうとデンマークの王子だったんです。それで大軍を率いて攻め込んできてですねついにイングランドを倒します。で自らイングランド王を兼ね、つまりデンマーク王兼イングランド王プラスノルウェーの王も兼ねて、まあ、こういうですね三国を初統一したのがこれがクヌート、デーン人の王朝だからデーン朝ともいい、あるいはこの間の海がここがですねノースシー、北海と言いますから北海帝国とも言います。イングランドは国は滅んだんですが住民は残っています。で、まあ、英語喋ってますとね、それからですねイングランドの最後の王がですね逃げたのですよ。逃げたんです。で南のですねノルマンディに
亡命を図ったんですね。この方、エドワード王と言います。はい。で、ノルマンディもノルマン人じゃないか。いや、おっしゃる通り。じゃあなんでノルマンディに逃げたのかっていうと、この方のお母様、お母様がノルマンディ子の娘だったんです。ですから、母方の実家に、まあ、かくまってもらったってことですよ。ということです。はい。で、この人はね、王様っていうよりは、お坊さんになりたかった人で、もう毎日、教会でひざまずいて祈ってる人だったので、エドワード・ザンゲ王って言うんですけども、だから全然その戦争に向かなくて、気弱な男だったんですよ。それで、もうこのノルマンディ以降に、もうおんぶに抱っこになっちゃってですね。で、子供もいなかったんですよ。うん。それで、ゆい死ぬ時に何て言ったかっていうとね、わしが死んだら、イングランド王がいなくなる。で、このまま、デンマークに国が乗っ取られてしまうのは惜しいことだ。わしに子供がいないのは残念だと。そこでだ、わしをこれまで守ってくれたノルマンディー公よ、あなたの恩義に報いて、私のこのイングランドの王冠をあなたに譲ろうと言ったんですね。はい。で、ノルマンディー公にイギリスを譲ったとね。で、ちょうどイングランドでは、このクヌートが亡くなってですね、で、元のアングロサクソンの、独立運動が起こってるんですよ。で、そこに、この今、エドワード王の亡くなったことと、ノルマンディー公が後を継いだっていう知らせを伝える役割をしたのが、ハロルドって人で、ハロルド。この人はね、このエドワードのね、義理のお兄さんですね、ハロルド。うん。で、このハロルド君がですね、そのイングランドの、貴族たちを集めて、こう言ったんですよ。諸君、大事な知らせがある。まず、エドワード・ザンゲ王が亡くなられた。みんな、おお。そして、遺言があった後継者の件だ。誰だ、誰だ。後継者は、私、ハロルドだって言ったんですよ。で、みんな知らないから、おおってなってですね、ハロルド王にしようって言って、で、彼はちゃっかりですね、自分が王になったんですよ。で、それを聞いたノルマンディー公が、お、話が違うだろう、お前裏切ったなってですね、今度はノルマンディー公が大軍率いて、このハロルドに対して攻め込んでいくんですよ。はい、で、これがこの図です。ヘースティングズの戦い。もうね、上陸してすぐですよ。上陸してすぐのところで、待ち構えたハロルドをですね、ぶっ通します。一撃で。もう秒殺。それで、力ずくでイングランド王の位を奪い取ったのが、これがノルマンディー公ウィリアム。で、即位してウィリアム一世、こっからをノルマン朝と言いまして。で、これ英国史ではノルマンコンクエスト、ノルマンコンクエスト、ノルマン征服と言ってます。ここからですね、ノルマン朝、その後がプランタジネット朝を、ランカスター朝、ヨーク朝、テューダー朝、スチュワート朝、ハノーバー朝、ウィンザー朝と。で、現在に至ってですね。で、これは全部血統が繋がってます。ここから。うん。今のエリザベス2世女王陛下の直系の祖先がこの方ですね。海賊ですね。はい。この問題がどういう結果を生んだかっていうと、つまり、ノルマンディー公というフランスの一貴族、がイングランドになっちゃったということは、ノルマンディ地方っていうのは一体どっちの国かという話になって、で、ウィリアムに言わせると、いや、これはもともと俺のもんなんだから、俺はイングランド王になったんだから、これはイングランドだってこう言うし、で、フランス王から見ると何言ってるかとね、お前はフランス王の臣下なんだから、これはフランス王って言ってるし、で、ずっとこのノルマンディを巡ってイギリス、フランスがバーッとぶつかるという、そのそういうトラブルの原因になるんですよ、これが。はい。ノルマンディ問題と言います。で、まあ、考えてみると、後で起こる100年戦争も、これが、遠因になってるわけですね。はい。今回はですね、ノルマン人、まあ、バイキングの侵入ですね。で、特に、イギリスっていう国がですね、どういうふうにして生まれたかっていうお話をしました。はい。で、これで、ま、大体、ヨーロッパ、西ヨーロッパの国々が全部出揃いまして、前回のですね、フランク王国が3つに割れて、フランス、ドイツ、イタリア。これが800年代。で、900年代になって、ノルマン人が各地に建国して、うん。で、まあ、北欧のね、
デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、そしてロシア、そしてイギリス、うん、あとはシリアですね、に国を建てました。これが900年代ですね。